渋谷、原宿をぶっちぎった大都会は ?10 から30代女子が好きな山手線の駅、トップ3。JR 山手線は東京都内の主要駅を環状運転でつなぐ路線で、東京駅や新橋駅などの日本のビジネスの中心や、渋谷駅、原宿駅など、若者に人気の街を通っている。 そこで今回は10から30代の女性100人に山手線の好きな駅について聞いてみた。第3位12.0%は渋谷、東京が同率でランクイン。渋谷は100年に一度と言われる大規模再開発で大きく変化している。8月には文化村通りの旧ドン・キホーテ渋谷店跡地に道玄坂道土玄坂通り。 がオープン。ショップ、オフィス、ホテルで構成される大型複合施設で、ショップフロアには日本初進出のシアトル初のハンバーガーショップ、リル・ウッディ・アクサングラーブ・ s やドン・キホーテの新業態、ドミセなど、街の新たな目玉となりそうな場所が増えている。地方出身だと渋谷が一番中心的な駅というイメージがある27歳女性。 パート、アルバイト。駅直結で最新のショッピングやグルメを楽しめる33歳女性、営業、販売。一番にぎわっている30歳女性、金融関係。ライブハウス、クラブが多い32歳女性。名前のセンスが良い31歳女性主婦。東京は、 陸の玄関口として知られ、駅中には日本全国各地の食材が集まる。3月には東京駅前に複合施設、東京ミッドタウンイヤエスがオープン。注目のブランド、飲食店が集結し、東京駅直結の大規模なショッピングエリアとして、新定番スポットとなっている。東京のお土産が充実していて飽きない23歳、女性。 総務、人事、事務。駅の建物自体がかっこいい、31歳、女性、主婦。都会だが歴史的な建物が密集しているところ、34歳、女性、出版マスコミ関係。駅の見た目が綺麗だから、28歳、女性。落ち着いているイメージがある、19歳、女性、学生フリーター。第2位。 13.0%は原宿。新宿は渋谷や池袋と並ぶ三大添い都心。4月には歌舞伎町に東急歌舞伎町タワーがオープン。高層階にホテルが入った複合施設で、低層階はライブホール、ゼップ新宿東京や劇場、シアターミラノ ZA 映画館、109シネマズプレミアム新宿。 体験型アトラクション、ザ・東京マトリックスなど、エンターテインメント施設に特化しており、海外からの観光客も多く訪れている。どこに行くにも接続が良い23歳、女性学生フリーター。都会に来た感じがする20歳、女性。幼い頃から両親と頻繁に買い物に行っていたので、懐かしい感じがする26歳、女性。 道がヒールでも歩きやすい31歳女性主婦新宿駅周辺には何で揃っている28歳女性主婦都会なところが好き27歳女性営業販売